優しさは何も払わずに済むのでしょう。リシーブの皆さん、おはようございます。本日皆紹介したいのは、ただ一つの技で自分の対人恐怖症から解放される。では早速参りましょう。昔ながら僕はずっといじめられて、対人恐怖症は当然、内向的でも当然、そしてそのいじめはなんと自殺未遂まで至ったんです。当初僕はその焦った瞬間に自分とのも契約した。その契約結び方のは、もし今の時何も起こらなかった、僕は次の日に飛び降り自殺する、電車の前で。そして僕は当初自分のコーチを見つかった。そのコーチは僕を自己啓発の世界に誘った。そずいだないに沿って僕はいろんな体験やいろんな知識を手に入れた。その知識や体験によって僕は自分の使命にしたのは、他の700万人の対人恐怖症者をそこから脱出させる。もしよかったら、あなたは今誰も相談に乗るの人はいなかったり、下の概要欄で自分のウェブサイトがあるので、そこでもスケジュールも可能です。コロの方ですね。または個人メッセージでも結構です。さすが本日の話題に参りましょう。あとはそうですね、ちょっと忘れたんですけれども、もしあなたはまだ対人恐怖症を抱えている方だったら、こちらの動画を見たら、こちらの動画ももしあなたの対人恐怖症の悩みも解決するかもしれません。では早速の話題なんですけれども、昔のブッダさんもそうですけど、ヤスさんもそうですけれども、いろんなモハメドとかもそうですけれども、みんな教わったのは、愛するというようなことですね。みんなを愛する。特に自分の敵ですね。自分の仇を愛する。これは人間としては一番辛いなものでは。自分もそう思います。自分の前の自分もそうだと思います。これは無理だったんで。でも、自分は自己啓発をやるにつけ、このチャレンジにも向かえたんです。で、一番のいいチャレンジは何でしょうか？その中では。私は思うのは手紙を書くです。つまり、自分の敵に感謝の手紙を書くことです。もう一回言いますね。自分の敵に感謝の手紙を書くです。お礼の手紙を書くです。これは辛いです。一番辛いです。でも、一回想像してみれば、あなたは、例えば、ね、あなたは自分のいるの世界は、映画の世界みたいで、あなたの人生は映画。一回想像してみてください。バットマンさんは、ジョーカーさんなしではバットマンになかった。同じくスパイダーマンさんはコーバルトさんのなしではスパイダーマンさんでなかったですよね。コナンとかね、カイトキットなしではコナンでもなかったというのも、あとはその黒いの組織なしではコナンかはこんなになかったということですね。マトリックスもネオさんはスミスさんなしではネオさんでなかったでしょ。つまりこういう悪いものは、自分の敵は自分にいろんな苦難を味わってくるからこそ、我々は成長する、だんだん成長する。自分は気づいてないものを気づかせてくれて成長する。だからその辺では感謝の気持ち持たないとダメだと私は思います。では早速参りましょう。手紙を書きましょう。
どんな手紙でしょうか。最初書くのは、これは結構きついですよ。自分は間違ってると、自分が間違ってると自分の弱さ、これは最初のポイントです。OK？ もう一回言います。最初のポイントは、自分が間違ってると自分の弱さをあらわにする。2番目は、自分の弱さをさらしたら、そこから自分の悔やみ、自分のその敵に抱いているの嫌悪を、嫌いというの言葉をちゃんと書き込む。本当に大嫌いというのを書き込む。そして2番目のステップにも何が入ってるかと、嫌いだけど許す、許す。まだ終わってないです。で、3番目のその方を許すだけだけじゃなくて、愛する。でもどうやって愛するかというと、この辺では学んだから、この辺では学んだ、まあ感謝というのお礼の手紙です。その感謝のポイントで手紙を終わってください。では今にあなたのチェンジを挑みさせたいと思います。その手紙を書いてください。その手紙を書いたら、精神的な解放感は半端ないです。本当に半端ないです。手書きでもいいし、まあ手書きの方がもっと自然に自分の気持ちが伝えるですね。でもまあ現在にもメールもめんどくさいからね、手紙とかは。だからもうメールでも結構です。そうやったらどんな解放感になるかってちゃんと味わってください。ではレシーバーの皆さん、僕はこちらの動画を毎日を投稿しますので、もしよかったらこちらのチャンネルを登録してください。どちらかというと次の動画なんですけども、明日の動画なんですけれども、ただ一つの裏技で、あなたはその自分の対人恐怖症のピークに至った時には解放されるというの裏技です。もしだから、もしよかったらこちらの動画を見たいなら、登録ボタンは通知ボタンを押してください。または自分が思うシェアのケア、つまり配りは世話ということで、友達にもシェアしてください。あとはもしこの動画はもう何かが違ったら、高評価もお願いいたします。こちらの動画、こちらのチャンネルなんですけれども、僕は何かアップロード化すると、まあ大体は自己啓発や心理学に基づいて、あの対人恐怖症対策、対マン対策とか、いろんな悩みを解決したりします。またはもしあなたは興味があったら、あのビジネス、つまり Facebook マーケティングにもちょっと語りますので、その間でこちらの動画を見てください。では次の動画で。